ショートショート猫の魔法瓶。ある寒い冬の夜、ある交差点に置いて、大型トラックの窓から魔法瓶が捨てられた。それを拾ったのはホームレスの小敷。魔法瓶が欲しかったのだ。小敷が線を抜くと、魔法瓶の中から猫が出てきた。なんということはない。魔法瓶ごと捨て猫だったのだ。小敷には猫を飼うつもりなどない。むしろ猫に飼われたいくらいだった。でもコンビニのゴミ箱から拾った残飯をやると、子猫は小敷から離れなくなった。寄り添う痩せた子猫のために、善良なる通行人たちは、小敷に小銭を投げた。子猫は時々、信号機を見上げたものだ。赤、青、赤、青、赤、青、繰り返す。小敷の体が、冷たくなった朝、いつまでも子猫は泣いていた。小敷の亡骸は持ち去られ、形見の魔法瓶は処分された。そして、その交差点に、もう子猫の姿を見かけることはなくなった。